あの役立たずの嫁と離婚して、政治には若い嫁と結婚させましょうよ。それで後継ぎを産んでもらいましょう。いやいや、あいつの年齢的に難しいだろう。それより、日向を早く結婚させて、後継ぎを産ませた方が良くないか。そうね、それがいいかも。私と娘が帰宅したのに気づいていない義両親は、とんでもない会話を繰り広げていた。政治と私が離婚するのはともかく、日向を道具のように扱おうとしているなんて。義両親は、自分たちの立場を守るためなら、何だってする人たちだ。そして私のことを召使いのように扱い、それを当たり前の権利だと思っている。私がどれだけの苦労をして義両親と政治を支えているか何も知らないのだ。私だけならまだ耐えられた。だけど私の大切な宝物である娘まで利用しようとするなら、これ以上見過ごせない。私は隣で静かに震えている日向の手を力強く握りしめる。私を見上げてきた日向に力強くうなずくと、反撃ののろしを上げる決意をした。私の名前は石橋えな。今年で45歳になる兼業主婦だ。普段はデザイン事務所でパートとして働いている。一人娘の日向は10歳になる可愛い女の子で、そんな娘と共に義両親の家で暮らしていた。義両親は小さな会社を経営していて、夫の誠治は2代目社長として働いている。2人は役員という形だが、会社の実権を握っているのは誠治ではなく義両親だ。うちは会社を経営しているからお金には困らせないよ。だから会社を辞めて家のことに集中してくれないか。結婚当初、政治からそんなお願いをされて、私は大学を卒業してからずっと働いていた会社を辞めた。私はそこそこの規模のデザイン事務所でデザイナーとして働いており、実績も多少ある。なので辞めるときはみんなからもったいないと言われた。でも政治のためだものね。政治は会社経営で忙しいから、これからは私が支えてあげなくちゃ。まだ何も知らなかった私は本気でそんなことを思っていた。政治のためにこれからはいい奥さんになるんだ。しかし私を待ち受けていたのはとんでもない現実だった。お金がないし、義両親の家は会社に併設されているので都合がいいということで、結婚当初から義両親との同居生活が始まる。だけどこれがいけなかった。朝食の準備はあなたに任せるわ。あと洗濯と掃除もね。私たちはあなたと違って働いているから、家事をしている暇がないのよ。同居初日に義母から大量の家事を押し付けられたのだ。これも嫁の務めだと最初のうちはただ素直に従った。しかし、なんだこの卵焼きは、半生で気持ち悪いな。俺は片焼きが好きなんだよ、焼き直せ。義父は私の料理にいちいち文句をつけてくる。ちょっとエナさん、洋服にシワがついてるんだけど、こんな服を私たちに着させるつもり？もう一度洗い直しなさい。義母は些細なことで私を怒鳴りつけてきた。家事がつらい？何甘えたこと言ってるんだ。俺たちはお前よりよっぽど大変な思いをしてるんだぞ。変われるなら変わってほしいくらいだよ。政治は私の辛さを理解しようともせず、自分勝手なことばかり言う。そんな調子で結婚当初から3人とも私のことを都合のいい召使いのように扱ってきた。こんな状況の中でも私は政治と離婚しようとは思わず、過酷な結婚生活を続ける。今思えば義両親と夫に洗脳されていたのだろう。しかし娘の日向が生まれ、娘の幸せを考えるようになってからは、自分の生活に少しだけ疑問を持ち始めた。このままでいいのかしら。そんなことを思いながら
今日も私は黙々と家事をこなす。朝は誰よりも早く起きて朝食の準備を済ませ、大量の洗濯物を洗って干す。ママ、おはよう。おはよう、ひなた。今日もありがとうね。最近はひなたが私の家事を手伝うようになってくれて、かなり助かっている。洗濯を干し終えると、ようやく義良心と聖児が起きて、もそもそと朝食を食べ始めるのがいつもの光景だ。洗い場に持っていかず、テーブルに置かれたままの食器を片付け、ひなたを見送り、私は急いで身支度をしてパートへ向かった。ひなたを産んだ後、聖児からやっぱり外で働いてほしいと言われた私は、これまでの経験を生かしてデザイン事務所で働いている。会社経営だけでは十分な稼ぎが出せないのだ。しかし私が外で働くようになっても誰も家事を手伝おうとはしない。パートから帰ると急いで洗濯物を取り込んで、夕食の準備を終えた後、会社の事務作業を手伝う。事務員を雇う余裕すらないようだ。もちろん私の分の給料は出ない。夜も一番遅くまで起きて家事を片付けて、ようやく眠ることができるのだ。はあ、なんだか疲れたな。こんな毎日を繰り返し、私の心身には疲労が蓄積されている。しかし、どうやってこの状況を変えればいいのかわからないまま、日常は続いていった。疲れるばかりの毎日が続き、とうとう私の体は限界を迎える。あれ、なんだか目が回るわ。ある日、パート先でひどいめまいに襲われ、そのまま倒れてしまった。慌てた社員が病院まで連れて行ってくれ、医者から疲労が原因ですね、と告げられる。とりあえず、点滴をして様子を見ましょう。ベッドに横になり、ポタポタと落ちていく点滴をぼーっと眺める。付き添ってくれた社員には先に帰ってもらった。こんなことに付き合わせるのは申し訳ないからだ。あ、そうだ、誠治に連絡しなきゃ。私が倒れたのは昼過ぎで、治療が終わって無事に帰れたとしても夕飯には間に合わないだろう。それに私が倒れた疲労の原因は明らかにこの生活が原因だ。私が倒れたと知れば、誠治も考えを改め、家事を分担してくれるかもしれない。そんな淡い期待とともに電話をかけたのだが。は？倒れただって？そうなの。だから病院まで迎えに来てくれない？あと、夕飯の準備を頼みたいんだけど。なんで俺がそんなことしないといけないんだよ。こっちは猫の手も借りたいほど忙しいのに。誠治から放たれたその言葉に、私は呆然として黙り込んでしまう。倒れたいのはこっちの方だよ。ああ、もう迷惑かけやがって。どうせ大したことないんだろう。迎えには行かないからな。一人で帰ってこい。夕飯は途中で何か買ってこいよ。それだけ言い残すと、私の返事を待たずに電話を切ってしまった。その後、点滴を終えた私は一人で歩けるくらいまで回復。泣きたい気持ちを抑えながら、帰り道にあった惣菜屋さんで全員分の夕飯を購入した。ママ、どうしたの？お弁当なんて珍しいね。ええ、実はママ、さっきまで病院にいたの。え、大丈夫なの？帰宅後、私が倒れたと知り、心配してくれたのはひなただけだった。義両親は、味が濃いとか、まずい弁当だなとか、ぶつぶつ文句を言っている。聖児は我関せずで、黙々と弁当を食べていた。病院で倒れてからというもの、私はとある事情で帰りが遅くなる日が続いた。あの日以降、ひなたは今まで以上に家事を手伝ってくれるようになったけど、ひなたにこれ以上負担をかけるわけにはいかない。聖児には一度現状を説明し、改善してほしいと頼んだ。少しでいいから家事を分担してほしいの。私だって外で働いているのよ。このままじゃまた疲労で倒れるかもしれないわ。しかし聖児はうるさそうな顔をするだけ。ひなたが手伝ってくれてるから十分だろ。ひなたはまだ子供よ。
子供に家事を任せるのは。いいじゃないか、花嫁修行になるし。まともに取り合ってくれることもなく、相変わらずだ。しかも最近は私の帰りが遅い日が続いている。その分家事を終わらせる時間がずれ込んでしまい、睡眠時間を削る毎日が続いた。そしてこの日は、そんな私をさらに追い詰める出来事が起こる。なんでこんなに帰りが遅いのよ。最近はいつも遅いわよね。まさか浮気でもしてるのかしら。帰りが遅い日が続いた私に、義母の堪忍袋の尾が切れたようだ。わざわざ家の前で待ち伏せして、そのまま説教を始める。嫁としての自覚が足りないわ。私たちが一生懸命働いているのに外で遊び回るなんて。私は一切遊んでいないし、もちろん浮気もしていない。しかし義母は頭ごなしに決めつけ、私をネチネチと責め続けた。後継ぎになる男を産めなかった役立たずのあんたをこの家に置いてやってるのに、私たちに対する感謝の気持ちが足りてないんじゃないの。義母は昔からやたらと後継ぎにこだわっている。だがこの家には継ぐような大層な資産なんてない。私の収入に頼らないと続けていけない程度のボロボロの会社があるだけ。しかし義母は何かとこのことをネタにして私をなじってくるのだ。ちょっとおばあちゃん、何してるの。外が騒がしいのに気づいたひなたが出てこなければ、義母の説教はさらに続いただろう。ひなたちゃんは家に入ってなさい。なんか帰りが遅いとか怒鳴り声が聞こえたけど、おばあちゃんの説教でさらにママの帰りが遅くなるよ。その分夕飯の時間が遅くなって、みんなお腹空いちゃうよ。ひなたの冷静なツッコミに義母はしぶしぶといった様子で家の中へと戻っていった。ありがとうひなた。ううん、ママお帰り。にっこりと笑みを浮かべるひなたに、私は思わず泣きそうになってしまった。それから1ヶ月後、私はまだ帰宅が遅い日を送っていた。義両親や政治は私の帰宅が遅い日々にすっかり慣れたようだ。きちんと家事さえしていれば文句は言われず、平和な日々が続いていた。しかしその日は帰りが早くなり、帰宅途中にたまたま学校帰りの日向と会うことができたので、一緒に帰路へ着く。私と一緒に帰れるのが嬉しい日向はニコニコと可愛い笑顔を浮かべていた。家に到着すると、私はいつも通り静かに玄関の扉を開ける。うるさくすると義両親にどやされるからだ。長年染みついた癖で、日向と共にそっと自室へ向かう。すると扉の閉じたリビングから義両親のこんな会話が聞こえてきた。あの役立たずの嫁と離婚して、政治には若い嫁と結婚させましょうよ。それで後継ぎを産んでもらいましょう。いやいや、あいつの年齢的に難しいだろう。あら、政治はまだ若いわよ。それにあの子は会社の社長だし、寄ってくる女はいるんじゃない。誰にせよあの無能よりよっぽどマシだわ。役立たずとか無能というのは私を指している言葉だと気づき、思わず足を止めてしまう。面と向かってそういう言葉で罵倒されたことは何度もあるから、今更傷つきはしない。しかし、ついで出てきた義両親の言葉に、私の全身から一気に血の気が引いた。それより、ひなたを早く結婚させて、後継ぎを産ませた方がよくないか。そうね、それがいいかも。そういえば、私のお友達に未婚の息子さんがいるのよ。あの子が高校卒業したら、その子に婿入りしてもらいましょう。何が楽しいのか、義父はケラケラと笑いながら言い返す。おいおい、お前の友達の息子って何歳だよ。さすがにおっさんすぎるのは嫌だぞ。あら、失礼ね。まだ30の若い男の子だから、安心してちょうだい。ひなたちゃんの高校卒業を待ったとしても、まだギリギリ30代よ。10代のひなたと30代のおじさんを結婚させるですって。あまりにもおぞましい計画に、目の前が真っ暗になるのを感じた。
孫娘に望まない結婚をさせて、この二人は何とも思わないのか。おそらく何も思わないだろう。義両親は孫娘を可愛いとは思っているが、所詮自分たちのことで頭がいっぱいなのだ。後継ぎとなる男の子を得るためなら、日向の気持ちなんて二の次。あまりにもショックな内容を聞いてしまった私は、ここでようやく我に返った。私の隣には日向がいる。この会話を聞いて、娘はどう思っているのだろう。恐る恐る日向の方を見ると、日向はその大きな目に涙を浮かべて、青ざめた顔を私に向けていた。ママ。その目は、私に助けを求めている。このまま日向をこの家に置いていたら、いつ義両親の犠牲になるかわからない。政治は事なかれ主義だから、日向を助けるなんて絶対にしないだろう。私は一つ小さな息をつく。そして日向の手をぎゅっと力強く握りしめた。大丈夫よ日向。これからママはあることをするから、日向はママの言うことをしっかり聞いてね。この子は絶対に私が守り抜く。そう決意した私に、日向が小さくうなずいた。そして私は反撃ののろしを上げる。それから数時間後、私のもとに義母から電話がかかってきた。とあることをしていた私は手が離せないくらい忙しかったので、電話がかかってきてもスルーする。ようやく落ち着いたのは夜中の12時近くだった。その時間になっても電話をかけ続けてくる義母に、呆れのため息をつきながら通話ボタンを押す。何ですか？何ですかじゃないわよ。こんな時間まで一体どこで何してるのよ。反響欄になった義母の叫び声に思わずスマホから耳を離す。この反応は予想の範囲内だったので、私は極めて冷静な声で後悔した。場所は教えられません。ああ、日向は私と一緒なのでご心配なく。一体どこにいるのよ。早く帰ってきなさい。どこまで非常識な嫁なの。キーキーとわめく義母に私は大きなため息をつく。どこにいるって言うわけないでしょ。あと、その家にはもう戻りません。私と日向だけで別に引っ越したので。家事はご自分でやってください。なんですって。今までで一番大きな声が聞こえてきて、私はもう一度スマホから耳を離した。義母が住んでいるのは一軒家だが、こんな大声を出したら近所迷惑になるのでは。場違いな心配をしつつ、私は反響欄の義母にも伝わるよう、一から丁寧に説明をしてやることにした。実は私、前から日向と一緒に暮らせるアパートを探していたんです。その家での生活はこりごりだったので、それでいいアパートが見つかったので契約して、ちょこちょこ荷物を運び出したり、新生活の準備を進めていたんです。最近、私の帰りが遅かったのはそれが理由ですよ。そう、私はとっくの昔に、あの家での生活に嫌気がさしていたのだ。私が家を出る決意をしたのは、疲労で倒れた日だ。このままあの家にいたら、近い将来私はきっとどうにかなってしまう。そんなことになったら、日向はどうなるの？その考えに行き着いた結果、私と日向を守るために家を出る決意をしたのだ。その後、すぐさまアパートを探して契約し、新生活に向けての準備を進める。荷物を運び出していたので、私たちの私物はどんどん減っていったのに、義両親も政治もそのことに一切気づかなかった。おかげでここまでバレずに進められたが、この人たちは本当に私のことを都合のいい召使いとしてしか見ていないのだな、と呆れてしまう。日向に対しても、孫として一応可愛がりつつも、その生活には全く興味がなかったのだと、この一件ではっきりと分かった。そういうわけで、以前から引っ越しに向けて準備を進めていたのだが、家を出る日はもう少し後になるはずだった。あの日、義両親の話を聞いて緊急事態だと悟った私は、残った荷物を持って義実家を脱出。ほとんど荷物を運び出していたおかげですぐに脱出できたが、日向がいなければ
何度か荷物を取りに往復していただろう。というわけで、その家にはもう戻りません。荷物も運び出し終わっているので、戻る必要もないですしね。ああ、その家に置いてある私たちの私物はもう不要なものなので、捨ててしまって構いませんよ。私の説明を聞いて、義母は言葉を失っている様子だ。電話の向こうから、おい母さんどうしたんだよ、とか、変われ稽古、という声がする。義母のすぐ近くに、義父と聖司がいるのだろう。返事がないので、そのまま電話を切ろうとしたが、次の瞬間、義母が突然こんなことを叫び、あまりの大声に驚いて、飛び上がりそうになってしまった。この誘拐犯め、孫を返しなさい。あんたはどうでもいいわ。家に戻ってこなくて結構。でも、ひなたちゃんは私たちの大切な家族よ。ひなたちゃんを返しなさい。義母の言葉に、私は思わず吹き出しそうになった。大切な家族？よくもまあそんなことが言えますね。娘を望まない相手に嫁がせて、子供を産ませようとする人たちに渡すとでも、そんな下道に、私の大切な娘は絶対に渡しません。まさか私があの会話を聞いていたとは思わなかったのだろう。義母が息を呑む音が聞こえてきた。それにしても、そこまでして跡継ぎにこだわる必要がありますか？この際だから言いますけど、後を継がせるような資産なんてその家にはないじゃないですか。会社の跡継ぎが必要で。ろくに利益も出せない。ボロボロの会社を誰が継ぎたがるんです？いっそのこと、お母さんたちの代で潰した方がいいですよ。その方が支出が減って、老後の生活に余裕が出るんじゃないですか？しかし、この提案に義母はうなずかないだろう。義母は、会社経営者の妻という立場に、異常なほどにこだわっているのだ。近所の奥様方に対しても、あなたたち専業主婦とは違うのよ。という態度で接している。そのせいで義母はみんなから嫌われていた。ご近所中から遠巻きにされているのだが、義母は、私が社長夫人という立場にみんな嫉妬してるのね。しょうがない人たちだわ、と妙な勘違いをしている。義父も会社経営者というステータスは捨てたくないから、何が何でも会社を続けるだろう。あの人たちは、自分の対面が何よりも大切なのだ。それこそ、孫娘を生贄に捧げてでも、自分のプライドを守ろうとする。聖司は、義両親ほど今の立場にこだわってはいないだろうが、あの会社以外で働いたことがないので、再就職は難しい。それに、会社を辞めて就職活動をするなんて面倒だから嫌だ、と言いそうだ。要は、三人とも自分のことしか考えていない最低の人たちなのだ。長年一緒に暮らしてきたから、あの人たちの性格はよく理解している。この提案には絶対にうなずかないと分かってはいたが、言わずにはいられなかった。あんたみたいなパートに、ひなたちゃんを育てられるわけないでしょ。今度はその手で来たかと思いつつ、私はすぐさまこう言い返した。私がパート？何を言ってるんですか？私は正社員ですけど。は？いつの間に正社員になんか。義両親と聖司は、私が外で稼いでいれば何でもいいという考えなので、私が正社員になったことなんて全く気づいていなかった。帰りが遅かったのは、新生活の準備を進めていたのも理由の一つだが、正社員になって忙しかったせいもある。私が倒れた後、デザイン事務所の社長が心配して相談に乗ってくれた。弱り切っていた私は事情をすべて説明する。すると社長は、じゃあうちで正式に雇うよ、とありがたい提案をしてくれたのだ。結婚する前、私がデザイナーとして経験を積んでいたのも良かったのだろう。パートではあるがコツコツと結果を出していた私を社長はいずれ正社員に登用しようと考えてくれていたのだ。無計画に家を出るわけないじゃないですか。余裕のある生活とは言いませんが、私と日向が暮らしていくだけの稼ぎはありますので、ご心配なく。
私がいなくなってそちらの家は生活が大変になるでしょうが、まあ仕方ないですよね。どうしても会社を続けたいというなら、今度はお母さんが外に出て働いたらどうです？しかし義母もあの会社以外で働いたことがないし、そもそもすでに70歳を超えている。特殊なスキルや資格があるわけではないし、それ以前にあの性格だ。再就職はかなり難しいだろう。就職できたとしても絶対他人と揉めて長続きしないと思う。容易に想像できて思わず笑ってしまいそうになった。義母自身もそれを分かっているのか、私の言葉にうまく言い返せないようだ。あんたみたいな役立たずの無能が正社員になれるわけないわ。私これでも結婚前は真面目に働いて経験を積んでたんですよ。あの時辞めてなければ元の会社でそこそこの立場にいたでしょうね。政治に頼まれて仕事を辞めたことは今も後悔している。結局お金が足りなくなって働きに出る羽目になったし、もっと計画的な人生設計を考えておけばよかったと思う。しかしこれからはもう間違えることは許されない。私一人だけの問題ではないのだ。もし私が選択を間違えたら、日向の人生にも影響が出てしまう。日向の母親として私はその覚悟を持ち、あの家から出てきたのだ。ごちゃごちゃとうるさいわね。うまく言い返せない義母が苦し紛れにつぶやく。そして義母は最後の切り札を私に突きつけた。あんたを探して連れ戻してやる。更新所でも探偵でも使える手段は何でも使うわ。ああそうそう、私の知り合いに弁護士がいるの。その人に頼んであんたを犯罪者として訴えてやるからね。しかしあまりにもお粗末な最後の切り札に私は呆れてため息が出た。私を犯罪者として訴えると言っているけれど、一体何の罪で訴えるのだろう。それに義母に弁護士の知り合いがいるなんて絶対に嘘だ。他人を見下しバカにするのが基本の義母は、そんな交流範囲を広く持てる性格ではない。はあそうですか。実は私、実家の父が経営しているアパートに住んでいるんです。兄が私のことを心配して隣の部屋に住んでくれているんですけど、それでもよければいつでもいらしてください。しかし義母は私の言葉にハッと鼻で笑って返す。あなたのお父さんとお兄さんが近くにいるからって一体何になるのよ。こっちだって男では二人いるんだからね。もしかして義母は私の家族のことをすっかり忘れているのだろうか。私のことを長年召使い扱いしてきたから、私の家族も同様に見下しているようだ。なので私は改めて私の家族のことを義母に教えてやることにした。私の兄、元自衛官で現在は事務経営者ですよ。何も鍛えていない誠司さんとお父さんじゃ絶対に叶いません。それにこのアパートの経営者である父は他にも複数の不動産を経営しています。仕事柄弁護士とのつながりもありますよ。そう、私の兄は少し前まで陸上自衛隊に所属していた。体を鍛えるのが好きで、自衛隊を辞めた後も自分の経営しているジムで鍛えている。おかげで腕っぷしはかなり強いのだ。そして私の父は義両親なんかと比べ物にならないくらい経営者としての力がある。複数の不動産経営に成功していて、お金の余裕もかなりあるし、弁護士の知り合いがいるのも嘘じゃない。実際私はすでにその弁護士に相談済みで、離婚に強い別の弁護士を紹介してもらっていた。こんなにも頼もしい家族に今まで頼らなかったのにはいくつかの理由がある。まず私があの家で洗脳状態にあったのが大きな理由だ。長年の召使い生活が当たり前になっていて、あの日倒れてしまうまで洗脳にかかり続けていた。そして一番の理由は、私の家族に心配をかけさせたくなかったこと。私が結婚した時、私が日向を産んだ時、私の家族はこれ以上ないほど喜んでいた。私の幸せを心底願ってくれていたのだ。そんな家族に心配をかけたくなくて、
私はずっと平気なふりをしていた。今になって考えると、もっと早く助けを求めればよかったと思う。誠治と離婚しなかったのは、洗脳されていたからという理由と、日向のためにならないと思ったからだ。もし日向が将来結婚を考えたとき、片親で相手の人に不信感を抱かせたら。そんな考えが頭をよぎるたび、離婚の二文字は私から遠ざかっていった。しかし、離婚しなければ日向の身に危険が及ぶ。あの日私は義両親の会話を聞いて、ようやく目が覚めたのだ。ちなみに、兄は既婚者で、普段は別の場所に住んでいるのだが、しばらく私のボディーガードとして隣の部屋に住んでくれるとのこと。兄の奥さんはとても協力的で、兄が隣の部屋に住むことを了承してくれた。むしろかなり乗り気で、別荘ができたみたいでいいわね、とまで言っている。理解のある家族のおかげで、私は今ここで安心して日向と過ごすことができるのだ。私が弁護士に相談済みだと伝えると、再び義母は言葉を失う。そして、絞り出すような声でこう言った。弁護士に相談したって、私たちが何かしたっていう証拠はないじゃない。あなたたちから受けたいびりの数々は、もちろん記録しています。これらの記録は、弁護士に提出済みです。弁護士は、訴えれば勝てると言っていますよ。お母さんには弁護士の知り合いがいるんですよね。こちらは裁判になってでも離婚する覚悟なので、そちらの弁護士にもそう伝えてください。義母に弁護士の知り合いがいないのは知っているが、あえて挑発的にそう伝える。私の言葉に、義母は電話の向こうで何やらもごもごと言っていたが、よく聞こえなかった。私が依頼した弁護士は、今まで私が受けてきたいびりの証拠を見て、言葉を失っていた。私はそれほどひどいことをされていたのだ。そんなことに今まで気づけなかったなんて、私はとんでもない大バカ者である。しかし、もう私は大バカ者ではいられない。スーッと息を吸うと、義母に向かってはっきりとした口調でこう言い放つ。おとなしく離婚に応じて、日向の親権を渡すなら、これ以上大ごとにはしません。待ってよ。あんたがいなくなったら、私たちはどうやって生活していけば。まだそんなことを言うのかと、思わず怒りが漏れそうになった。実際、この後に続いた言葉には、怒りが少し漏れていたかもしれない。いい加減にしてください。今まで私を都合のいいように扱って、倒れるまでこき使った挙句、謝罪の一つもなしですか？はっきり言いますけど、あなたたちは人としておかしいです。非常識というレベルではありません。これからどんなひどいことが起きようと、それはあなたたちの自業自得です。これまでの行いの結果が自分たちに返ってくるだけですので。あなたたちが生活に困ろうと、路頭に迷おうと、私と日向には一切関係ない。どんなにひどいことが起ころうが、私は一切同情しないですし、どうでもいいと感じるでしょうね。ここまではっきりと断じられて、義母はようやく目の前の現実を理解したようだ。それから義母はずっと言葉を失った状態だったので、私は何も言わずに電話を切る。そして大きく背伸びをすると、明日からの自由な生活に胸を躍らせた。その後、私は弁護士を通じて、誠治に慰謝料請求を行った。誠治はかなりごねたようだが、弁護士の、それでは裁判をしましょうか、という言葉にビビり、結局こちらの提示した条件で離婚に応じる。最後にどうしても私と日向に会いたいと言われたので、私の兄の同席を条件に、義両親と誠治に会うことになった。頼む、戻ってきてくれ。俺はようやくお前がどんなに大切な存在か分かったんだ。誠治もこう言っていることだし、なんとかならないか。今までの生活が不満だというなら改善するから。ひなたちゃんも、じいじとばあばと一緒にいたいわよね。会うなりこんなことを言われ、来なければよかった、と後悔してしまう。いい加減に。しかし私の言葉を遮ったのは、私の隣にいたひなただった。ママと私は戻らないよ。そんな、どうしてだよ、ひなた。ひなたはパパがいなくなってもいいのか。うん、いいよ。
一切の躊躇もなく言い返した日向に、聖司はへっと間抜けな声を上げた。パパがいない方がママも私も楽だし、パパはママが苦しんでいる時何もしてくれなかった。そんなパパならいない方がずっとマシだよ。そして日向は祖父母の方をまっすぐ見てこう続けた。あのね、日向はじいじもばあばも大嫌い。もう一緒にいたくないの。今日はどうしても会いたいって言われたから来ただけ。これからは呼ばれても絶対に会いに行かないよ。ママと二人の生活はとっても楽しいの。だからみんな邪魔しないでね。あまりにもはっきりと三人を拒絶した日向に、この場にいた全員が呆然としてしまう。日向。私だけは半泣きで日向を抱きしめた。まだ子供の日向にここまで言わせてしまうなんて、という後悔と、なんて頼もしい味方だろうという二つの複雑な感情が入り混じっている。そんな。孫娘に拒否された義母はその場に泣き崩れてしまった。義父も嘘だとブツブツつぶやき、目の前の現実を受け入れられない様子だ。俺はなんてことを。聖司は顔面蒼白になって自分の行いを後悔しているようだが、もう何もかも遅い。私たちは絶望に暮れる三人を置いて黙ってその場を立ち去った。その後の私たちの生活は、以前の生活と比べるのも難しいくらい幸せに満ちたものになっている。弁護士を通じて三人には一切の接触を禁じると伝えてあるので、おそらくもう大丈夫だろう。私は正社員として忙しい毎日を送っているが、実の家族たちの協力もあり、幸せで満ちされた日々を過ごすことができている。ママもう大丈夫？離婚後しばらくの間、日向は不安そうに何度もそう尋ねてきた。その度に私は満面の笑みでこう返す。うん、もう大丈夫よ。ママは今人生で一番幸せなの。日向がいてくれたおかげよ。ママの娘でいてくれてありがとう日向。そう言ってぎゅっと抱きしめると、日向も抱き返してくれた。この大切な宝物は私の命が続く限り絶対に守り続ける。強い決意を胸に、私は今日も精一杯生きている。